とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。闘志の締め具と 25% 攻撃速度アップのやつを一緒に使うといい感じになってますよということですね。ありがとうございます。闘志の締め具ですね。これ、去年の10月のアップデートで弱体化されたんですよね。攻撃速度が 20% ぐらい落ちたんだよね。で、それを、この攻撃速度が 25% アップする防具を使って、元に戻すという感じです。まあ、確かに、つけてる時とつけてない時では攻撃速度、全然違います。うん。なので、前の強さに戻る感じなんですよね。はい。ということで、今日は闘志の締め具でやっていきましょう。それでは行きましょう。デイリーさんの地下寺院ですね。締め具のエンチャントはこんな感じです。旋風輝き、雷の衝撃波。まあ、ベストでしょうね。んで、空腹の恐怖は、防護、ポーションバリア、クールダウン、雪玉です。こんな感じでいきますね。で、実際のところが、これは、あれだね、火力上げるよりも耐久力上げていった方が、ベストなのかもしれない。確かに火力すごいあるんだよね。火力はすごいあるんだけども、それよりも、耐久力を上げるためにウィザーを装備するとかね。の方が良さそうだよな。まあ、とりあえず、やっていきましょう。あ、なんだ、モブ HP 190% 増加。なかなかのやつが出たね。旗は全部集めていきまーす。多分辛い戦いになるだろうね。中間地点過ぎましたけども、まだキャプテンは1体のみですね。最後の方に固まってる感じかな。まあまあ、すでにこの敵の HP が 190% アップで、だいぶ辛いんだけどね。だいぶきつくはなってるんだけども、まあ、まだいける。これに敵の攻撃力が上がってくると、多分相当、まずい。と思う。間違いなくまずいな。まあ、次のエンチャント次第ですけども、何が出るんでしょう。いた、どこだ。ちょっとすごいな、すごい数だな。ちょっと待って、おーい、来た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 。待て待て待て。行くなり。おい。待て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 。むちゃくちゃ減るな。やりやがるわ。まあ、周りに敵も多いっていうのもあったか。すげえ。なんだ。なんだ。やけど、嘘でしょ。やけどやめろよ。マジか、これはやばい。ポーションバリアがあんまり使えないのよね。で、この状況でのやけどはきついぞ。おーし、オッケー。いるいるいる。どっかにいる。危ねえな。もう死にさ。もうゴールか？あ、多分この上ゴールだわ。ゴール見えました、ゴール。いや、でも、まだね、キャプテンがあと4体いるのよ。多分、この下あたりと洞窟の中だね。もちろん通るでしょう。ちょっとえらいこっちゃだけど、行くか。待って、重力ついてる。やべえな、重力付きはやばいぞ。よし、いけた。まだキャプテンいる。で、脅威が1。また来た、来やがった来やがった。ちょっと洞窟どこ。よし、あー、これきつそう。このノックバックがきついのよね。よし、オッケー、いける。よっしゃ、脅威2。あと、うわ、やばいやばいやばい。脅威が1と神秘が1いるとは思うよ。
いるとは思うけども、おい、ちょっと待て、まだいるいる。え、洞窟じゃないの、いるのは。もうこれ無理じゃない、これきついって。ちょっと待て待て待て、ここで戦おう。おい、耐えれない。いや、いける、ギリ耐えれてる。いや、でもこの輝きの発動次第では死ぬっていうね。あぶな、何クリーパーに置き換わる。うわ厳しい。エンチャントクリーパーいっぱい出てきたらこれ死んじゃうよ。え、ってことはあと脅威が1だね。洞窟こっちにあるか。あー、ありますね。もうクリアしてもいいんだけども、あと1個は取りましょう。いくぞー。クリーパーに変わってるんで相当きつそうだけども、なんだこれすげえな、すっげえな。いやー、固まるなって。よし、ちょっと待って、パワーポーションを補充しとかんと。やばい、やけど付きのクリーパーが超来てる。よし、 OK。 よし、減るね、死ぬほど減るぞ。よし、いける、全然倒せない全然ボスぐらい硬いわ。キャプテンいる、どこだ、上か。ちょっと待って、うわあ、すごい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 。交渉バリア付きでそんなに減るんかい。ちょっと待って、霊気があるとまず攻撃ができん。待って、俺つらいって。よし、うわあ、ひでえひでえひでえ。何これ、ちょっと待って、これきつい。霊気とかまで持っとくなって。もうこれどうしようもない、これマジでどうしようもねえぞ。これ全然減らん。防護持ってない、これ絶対防護持ってるでしょ。よし、あとはお前らだ。霊気はやめろ。よし、いけた。あとキャプテンどこだ、いるな。霊気と火属性か、やめろ。待って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 、クリーパー無理。よし、どこ、そこか、いけるか、いけ、うーわー。いや、でも倒せる倒せる。うん、ひどい感じになってるけど、まあ倒せはするよ。いくぞ、固まるなって。減らないな、全然減らないな。よし、あとお前でおしまい。よし、勝った。はい、旗全部取りましたね。ああ、横にいてもまあ別に何もないっていう感じか。よし、ではあとクリアするだけですね。いや、なかなかのところでしたわ。それではゴールはね、先に見つけてたんで余裕ですね。はい、脅威さんのモブ HP 190% アップ、クリアできました。はい、それでは戻ってきました。今日はこれ、闘志の締め具にプラス 25% の、攻撃速度もつけてやってみました。どうなんだろうね。実際のとこ分かりませんけども、もしかすると耐久力を上げるために、攻撃速度ではなくってウィザーをつけていった方が安定するのかな。まあなんとか今日はクリアできました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。